金メダル獲得を目指すアジア大会の男子サッカー韓国代表が組抽選の結果、キルギス、マレーシア、バーレーンと同組に入った。5日、インドネシアジャカルタで、アジア大会2018ジャカルタの男女サッカマイナス1次リーグ組み合わせ抽選会が行われた。抽選の結果、キムハクボム監督率いる男子はキルギス、 マレーシア、バーレーンと共に E 組に属した。24角2が4チームずつ6組に分かれリーグ戦を行い、角組上位2角2がベスト16に進む。角組3位の中で上位4角にもトーナメントに進出できる。一方、F 組はトップシードの北朝鮮をはじめ、サウジアラビア、イラン、 ミャンマーが属死氏の組との評価を受けた。パク・ハンソ監督率いるベトナムは日本、パキスタン、ネパールと共に D 組に属した。韓国女子も組編成で北朝鮮、日本を避けた。韓国はインドネシア、台湾、モルディブと A 組となった。韓国女子は2014年インチョン大会で銅メダルを獲得している。 また、B 組では北朝鮮、中国、香港、タジキスタンが、C 組では日本、ベトナム、タイと競争を繰り広げる。